座標、経度が指定されていません。コーディネーツ、緯度の値が無効です。千住郵便局電話事務室は東京都足立区千住中井町にある建築物。2002年からは NTT 千住ビルとして NTT 東日本に管理されている。山田守による設計の名称としては旧千住郵便局電話事務室として表記される場合がある。 現存する数少ない山田守設計の建築物である。山田が設計した建物では初期のものでドイツ表現主義と言われている。設計図面は山田守建築事務所や低新省には残っておらず、東海大学湘南キャンパスにある中央図書館基調本庫に所蔵されている。図面によれば建物の中は竣工当時の施設として公衆ダメ、公衆電話、 事務室、応接室、食堂、物置、湯沸かし室、小遣い室、監視員室、修繕室、宿直室、工夫ダメ、リーン宿直室、技術官室、電力室、電池室、ケーブル室、電気調節機関室、石炭庫、ポンプ室、男子便所、脱衣室、浴室、浴室糞状、通路、足洗い場、ゴミ吐きダメ、灰ダメである。また、 千住中井町のマンション新築工事中に建設現場から大量の色タイルが発見され、そのタイルは千住郵便局電話事務室のタイルだということが分かった。1912年5月11日に当時の千住郵便局で開始した特設電話交換業務を後継する形で1929年5月に竣工した低新章の技師である 山田守によって設計された、いわゆる定震建築の一つである。1930年3月23日には、従来の電話交換方式である、磁石式から自動式に切り替えた。また、1932年10月1日、合併により、足立区が発足することとなり、名称も足立郵便局電話分室に解消された。南側のアッチモンは、 刑務所の場面を撮影するロケに使われたことがある。1995年頃に建て替えの計画があったが、基礎工事が堅固であり、解体費用がかさむため、計画は立ち消えた。その後 NTT あ立ち電話局として運用され、2002年3月の足立局廃止後は、NTT 東日本千住ビルという名称になっている。昭和初期に流行ったスクラッチタイルは一枚一枚が、 手焼きのレンガである。千住郵便局の設計図面はすべて青焼き図面で A1 サイズ35枚で構成され、工事名は千住郵便局電話分室新築となっている。設計及び公園の欄には山田の印鑑が押されている。建物は南側と東側の全面道路に沿う形で、この字型に配置されており、すべての外壁面や貫通路壁面は、 曲面で連続するようにスクラッチタイルに覆われている。これらタイルの色は茶色で長手方向に溝が切られている。タイルを水平に並べているデザインはアムステルダム派からの影響が伺えると評される。エイリヒメンデルゾーンは曲線の使い方や曲面に貼られたタイルに興味を示した。また山田が家族に宛てた手紙では山田自身がお世辞であろうと前置きした上で バルター・グロピウス、マックス・タウト、ブルーノ・タウト、ヨーゼフ・ホフマン、ルコルビュージエラの著名な建築家に、千住郵便局を褒められたと記している。屋上に増築されたペントハウス部分は山田の設計ではないという説がある。ドーコミューも、ジャパン選定日本における、モダン・ウーブメントの建築として、2017年度の選定作品となった。ありがとうございます。